縄文一色に染まる町、藤沢に来たよ。岩手県一関市藤沢町は縄文の町です。あ、ほらほら、ここにも こちらにも町の至る所に並べられたたくさんの土器が訪れる人たちを歓迎してくれています。藤沢町ではふるさとの大地を切り開いた古代縄文人の精神を現代に生かすため、縄文をキーワードにさまざまな町づくりが行われてきたんですよ。藤沢文化センターの前庭にあるブロンズ像縄文人は、藤沢野焼き祭りと祭りを作る住民の取り組みに感動したあの岡本太郎さんから贈られたものです。縄文の町藤沢のシンボルとなっています。それでは藤沢野焼き祭りを覗いてみましょう。毎年8月に開催する藤沢野焼き祭りは藤沢の夏の風物詩です。全国各地から約800点もの作品が出品され、11基の大きな窯で焼かれます。夜空を焦がす勢いで燃え上がる炎、会場一面が真っ赤に染まる光景は壮大です。翌朝、窯から出された作品を審査して塩の半十郎大賞をはじめとする各賞を決定します。前回から全国の高校生を対象とした陶芸の甲子園、熱湯甲子園 in 藤沢も同時開催しています。全国の高校生の皆さん、この熱湯甲子園の栄えある王者を目指してみませんか。縄文の町藤沢町、皆さんいかがでしたか。藤沢の焼き祭り、みんな来てね。